帰ってきました。そういえばこのピアスを開けたんですが、意外と誰にも気づかれません。京香ちゃんが一番最初に気づいてくれました。今日は気温が30度ぐらいありまして、ダンスの練習だったんですが、とっても暑かったです。ちょっと今この筋膜ローラーをしてます。なかなかダンスのこと以外のブログを撮ろうと思ったんですが、意外とというか、毎日ダンス尽くしなのでやっぱりダンスが多くなりますね。はい、インクのメンバーとして、またダンシング青チャンネルの一員として頑張っていきたいと思います。初の V ラクでした。バイバーイ。